はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。エルデンリング、一回挫折してしまいましたけれども、ちょっと復帰勢ということでまた新たにやっていきたいと思います。バージョン 1.08 ですね、今で。まあいろんな動画をめっちゃ見たわけじゃないんですけど、まあ見て、ちょっと効率よく進めていこうかなと思ってます。まあそんなわけで、新しく始めていきます。それでは今回素性は盗賊で始めていきます。名前はミカミックス R、 リターンの R ですね。で、素性を選んでいく理由は、まあメインウェポンをね、レドビアを使って攻略していこうかなと思いますので、まあ、確か盗賊であれば初期捨てでレドビアを持てたはずまああんまりものすごい研究したわけじゃないんでちょっとわかんないっす。で、形見は、黄金の種子でいきましょう。外見とかにこだわりはないです。で、勝つつもりはないんで、さよなら。それでは、リムグレイブ。ということで、一番最初に何をするのかっていうと、まあ、レルビアを強化するための模色の探石が欲しいんですけれども、この初期捨てでいろいろね、回収しに行くのはだいぶ不安なんで、まず一番最初はちょっとレベル上げをしたいと思います。もうトレントは手に入れてますので、自動ルーン回収地点っていうのかなよくわかんないんだけど、そこへ行くためにケイリットへ向かいます。これ回収していこう、一応ね。ではこの転送罠から、あれ行かないんだけど、では気を取り直して転送罠で、エオニアの沼突破していきます。で、ケイリット、まあ回収はしていきましょう。で、ケイリットの地図取って、で、どこ、なんかここら辺かなを目指していきます。前方に見えるあの物見櫓みたいなところですね、あそこの隣に祝福があるので、そこまでちょっと行きます。これはちょっと突っ走って迂回していくのが多分いいんだろうけど、ほらやばい、しかしここを突っ切ることによって戦闘が始まる。で、あの犬と骸骨兵士みたいな骸骨かどうか分かんないけど兵士が勝手に戦ってくれるんで、これで死んだやつのルーンが入ると。で、敵がいなくなったらこの祝福でリスポーンさせて、あとはまた見ているだけという感じになります。まあ、効率は良くないんだけど、安全っていうところが利点ですね。何もしないで手に入ってくるんで。で、一応、体力はね、体力っていうか生命力は20欲しいんで、まあ、生命力20くらい上げて、まあ、あと筋力とかもちょちょちょって上げたら、レドビアを取りに行きたいと思います。というわけで、生命力23まで上がりましたので、ちょっとレドビアを回収しに行きたいと思います。どこに召喚された、あ、いた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 ちゃんと共闘しよう。まずは合流する、お願いします。竹が向いてるときにちゃんとバックスタート。
で、あ、こっち来た、こっち来た、こっち来た。痛い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 。出血もさせたいよな、そうすると。体幹削りがすげえ。俺のとこ来るか、大丈夫か。こいつも出血ついてんのかな。ちょ、めちゃくちゃやってるけど、ちょ、待って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 、危ねえ。マジでスタッキャー、回復してきやがった。そうだ、めっちゃ回復するんだよな。もう一回バックスタか出血はさせたいな。あいつ内刀なのかな。お、出血した。痛い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 です。もう空だろ、一本しか持ってないはずだ、お前は。あと挟む、いける、ありがとうございます。下いける、レッドビア。よし、これでメインウェポンレッドビアを手に入れましたので、装備できるよね、装備できるね、レッドビア。まあ、出血が優秀なのと、あとは、まあ、一応中距離的な、これ中距離でいいの、攻撃もあるんで。で、この振りにも攻撃力がついたみたいなんで、接近して当てれば2段攻撃になるっていう感じかな。じゃあちょっとこのレッドビアを鍛えるために模色の探石集めに行きたいと思います。リエニエ到着。で、さらに進んでいきます。で、模色の探石3で、一旦イジーのところをブックマークして、で、レアルカリア学院から火山館へ向かいます。で、飲み込まれて死にます。で、火山館到着。で、模色の6。さらに模色の5。というわけで、リムグレイブに戻ってきました。で、今、探石の方が、模色のね、探石の方が3、4、5、6まで持ってて、7も火山館に落っこってはいるんですけれども、今のちょっと自分の実力だと探石7を入手することができなかったので、まあ、探石6まで拾って、逃げ帰ってきました。で、この後ケイリッドに向かって、まあ、一応8と9は回収してこようと思います。ほら、もちろん。うわ、まだいいんじゃねえかよ、マジかよ。あ、消える。ちょっと待て、マジか。もちろんカトンボが。よし、これで模色の探石8で、ちょっと奥に行ったところに、どれだ、ルーンの子あった、模色の探石9ですね。他も回収しておこう。トレン、リュウのなんかで、アルテリアの歯ということで、これで探石見てみると7以外が、まあ、2と1は変えるんで、イージーから3、4、5、6で8、9ってあるんですけど、7があればもう9まで持っていけるんですけど、ちょっと7がないんで、一旦6まで強化して進んでいこうと思います。で、ケイリットにいる、動かない竜を倒して、ルーンを7万5000くらい回収しました。で、本当は黄金漬けとかね、使って9万くらい手に入るんですけれども、まあそこまでこだわらなくていいかなという感じで、じゃあ1と2を買って、で、あとは6までレドビアを強化していきます。プラ1プラ2プラ3プラ4プラ5でプラ6で、模色の探石7がないんで、一
旦6で打ち止めします。で余ったソウルは、ソウルっていうかルーンか、レベル上げに使っちゃいましょう。で神秘を上げていった方が伸びるのかな。一旦神秘をどこまでいける、28か、じゃあ25にして、やっぱり生命力も欲しいんで、生命力一旦30まで上げたいよね。一旦30まで生命力上げよう。神秘は25で止めておいて、生命力を次30にします。これで147プラス69かというレドビアプラス6が出来上がりました。じゃあもうちょっと準備はしたいので、準備します。いって割り符回収。こいつこんなとこまで来んのかよ。ちょ待て、許さん、見せてやる。やばい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 、狭い、出血せいや。よし、血の斬撃。いや予想外だった、こいつがここまで登ってくるとは。あとでゆっくり始末しようかと思ったけど、じゃあファロストリで入って、で割り符の半分持ってって、でラダゴンのタダレ刻印をゲットと。ではロジェールさんを呼んでマルギットと戦いましょう。少し動きを見るために一回マルギットのイベントは見てますんで、霧に入って戦います。あそこに死んだ跡ある。で高速具は一回もういきなり撃っちゃって、でしっかり出血させよう。ひたすら連打して、よし出血したね、さよなら。でロジェールを盾に、なんで接近するんだっけ、魔術師なの。2発くらいずつやって、でこれドンで、いいね、やっぱ遠距離っていいよな。いや俺は遠距離じゃないけど、血の斬撃が一応中距離打てるから、盾外してもいいんだけど、あれ致命を取れた。もう一回出血できれば勝てるか。少し今ロジェルに行ってくる。よし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 、今プラ6だけどやっぱり全然強いね、レドビア。これでお守り袋が2つになったんで、何か装備していきましょう。ではゴドリック戦、ネフェリルーは召喚しましょう。お願いします。もう召喚中に入っちゃっていいや。イベントはカット。追撃のゴドリック、大して戦ってないからな、動きが全くわからん。距離を詰めてきて、ここを一発入れられそうだね。てかあとはもうやつがタゲ取ってると思う。両手持ちにして、あ待って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 、これは範囲攻撃か。ネフィリルも結構減ってんな、ほら。だってこれが血の斬撃で、これチャンスっぽい。ダブルヒット、当たるな。よし出血もしてるし、あこっち来る。何かをやってきそうだ、痛い。意外にゴロの範囲が広い。もう一回突っ込んで1、2で逃げよう。体力は常にマックスにしておこう。おおゴロゴロゴロ、これ入れられるだけ入れられておこう。次の形態になるからね。出血した、さよなら。ちょっと減ってるけど、このちょっともイノシシになるから。おーおーおーおお、ちょっと待って、範囲が広い。これ懐に入り込んだからいいんじゃない。あ
これはあるのか、火がついてるね。で、ゴロゴロゴロってして、ちょっとね、装備を固めたいんだよな。これいけんじゃん、やつを狙ってる。まだ出血できないな。もう一出血でいけそうな気がするけど、うちの斬撃当たってる。これこの距離厳しいよね。後ろ打撃倒した。まあ、ネフェリちゃん呼んでるから余裕、余裕ってことでもないけど。ありがとうございます、ゴドリックの大ルーン。突撃の追憶1万5000入るんだ。またレベルを上げていきますか。ちょっと取れてなかったけど、なんとか神肌倒したんで胆石7を取りに行きたいと思います。イジーさん、お願いします。レルビア7、レルビア8で、レルビア9ということで、最強の一歩手前までこれでいけましたので、まあ一旦レルビアでガンガン攻略していきたいと思います。持ってねえし。ちょっとね、ライカード無理だわこれ。あのヨウムくらいのイベントバトルかなって思ってたら、まあそんなことなくて、まあ慣れればそうなのかもしれないけど、ちょっと今の自分にとってはかなりきついっす。で、一応大蛇狩り、模色の胆石で鍛えられるんですけど、まあやっぱちょっともったいなくて、一応プラ2にはしてきたんですけど、どうしてもね、能力補正が筋力補正なんで、ラダゴン入れて筋力15なんですよね。だから素のステータスだと、自分筋力15しかないんで、そこがまたちょっとダメージの出づらいところなのかなと。思います。もう一回やって、これでダメだったら、まあ、諦めるんですけど、そもそもこのね、第1形態から次のね、第2形態に行けないんで、でこれかわせでしょ、でつくでしょ、 FP も高くないんでね、そんなに。ちょっと後ろに下がろう、逃げる。下がりすぎてもね、あ、これやばい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 、これかわせないんだよね。ガードしなきゃいけないかな。逃げ場がなくなっちゃうから、またこれか。まあチク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 ついて、よし、この時についてもう一回、よしよしよし、お、大ダウン取った。いや、これ食われる、これ2回食ったら死ぬ。あ、もう後ろが取れない、ちょっと横に逃げてくる。はい、いけ。そこで一応ね、ノックバックはするけど、やばい、2回やると、いやっていう感じです。2回食らったら死ぬっていうのがきついかな。もうちょっとレベルを上げないと。まあ、それからラダゴン外してどうなるかと言ったところなんですけれども、1段階でこんなに苦戦してたら2段階目なんて無理だよねということで、ラダーン戦いきましょう。これかわせっかな。はい、全然ダメだ。まあ、これかわせないと話にならないかな。どのくらいのタイミングでローリングすればいいんだ。このくらいか。これもうみんなに任せる。頼む、みんな行ってくれ。少し早めで全然いいな。あ、あれに、アレキサンダー、呼べるやつはみんな呼ぼう。ほら、いけ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 。
横移動してればなんとかなるね。でなるべくタゲを取ってる間に自分がやべ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 危険すぎる、まあ、パッチはすぐ返ったんで弓でも持ってくればよかったもん。遠距離でチクチクやったすぐで出血を一回でもできれば出血した。3000当たったねみんな吹っ飛ばされたわ。ゲッライブやられた。探そう。大きなも死んだ。ラダーの槍、サインサイン、ひたすらサインを探す。いやみんな死んでるわ。あそこにサインあり。トラゴスとかわからねえし。これ誰？サロリナ。ここにもサイン来たね。ドライブ頼む。うわ狙われてる。痛い。いや今食らったな馬か。いや来た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 。危ねえ。まだ呼べるやついるっしょ。よしこれ誰だ。ライオネル、トラボス。うわ一旦これで全員か。いて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 、範囲が広い。何投げてんだあれ。48とか魔法が強いね。魔法が俺も殴って、もう一回くらい出血させたい。やばいやばい、飛んだか。これ食らわないようにしないといけないからな。どこだ。来た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 。危ねえ。また探そう。あそこにサインあり。死んだサロリナ。誰かを召喚した今。今大きなんだな。あそこにもサインがある。おおサインが。みんな復活してくれ。これ何サインじゃないの。みんな行ってくれ。俺はあとアイテムを集める。ちょっと弓装備するか。ラダーの槍ってなんか投げらんないの。ちょっと縦外して、ショート砲しかないから。普通撃てなかった今。あれこれ弓撃てないっけ。馬上で弓撃てないの。右手に装備しなきゃいけないってこと。早い死ぬのが。いやなんか来てる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 。大きなも死んだ。大きな死にけり。またサインを探す旅。トラゴスも死んだ。あれアレキサンダー出てなくね。どっかにサインがあるか。馬上にいるときはそうか、右手の武器しか使えないのか多分。まだ誰か頑張ってんね。あ来たかな。いや見間違いか。あれは魔法使いか。サインってどこに出んの。死んだな。いやライオネルが死んだ。あと一人か残ってんの。来てる来てる来てる。もうみんな死んだわ。いやマジあれサインなくなるとかある。
なところにみんな固まってんな。ジェール行って、みんな何こんな高台にいるんだ。いやもう誰か誰か分からんけど、とにかく召喚だよ。行ってくれ。あそこにもサインがある。もうとにかく召喚でみんなに任せるしかないよここは。でちょっと待ってね。で弓を右手に装備できれば、あっ、いや終わった。最悪なんだけど、逃げ回ってよかった。おとなしく、まずはここに隠れてやり過ごしでしょ。で召喚したら次こっち行って、これは一回かわす。で召喚してやり過ごす。で馬に乗ります。でここ召喚して OK。最後だけ弓地区、いやーありがとうございます。倒せました。ルーンもめっちゃ入ったわ。星砕きの追憶。ではオートローデイルに入るために竜のツリーガードと戦っていくんですけれども、多分ね出血効かないんだよねこいつ。一発いくつ当たるか。181か。絶対騎馬戦の方がいいよね。でかっ持ってる獲物が。いて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 、結構食らうし。もうヒットアンドウェイでとにかくくる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 回ってこうやっていくしかないの。敵の攻撃したところをもう一発ずつ殴っていく。あ出血はするな一応。今トレントが食らったから止まってる。やばいやばい、トレントが死ぬ先に。なんか使ってきた。雷炎茶か。赤い雷の炎茶だな。いやまだまだ引っかかった引っかかった引っかかった。一回距離取ろう。いやなんだ、おいったー、やられたトレント。待て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 、これはもうひたすら回避か。使うしかない。え、ちょ待て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 、なんか雷が発動しないで助かった。ある程度ダッシュも必要だな。当てられないか。くるくる回ってこちら出血した。あ怖い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 。でもくるくる回ってるわ、なんとかなる。3発 OK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 。 スタミナはちゃんと見とこう。本当は2発で逃げるべきな。これ危険だな。あ待って待って待って、また新しい稲妻。1、2、3。やばい、やられた。ここまで来て、いて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 、回復しとこう。これは狙ってくるやつか。ひたすら回避。あたんじゃねえかよ。痛い、やばい、防戦一方になってる。あこれはちょっと一回距離を取ってくれるとか思ったら、うわーここまで来てやられた。一撃？これはもう遠距離で行く。オッケー。
倒したー。大竜爪、竜爪の盾、筋力ないからね、どうせ装備できないと思うけど。ではいよいよオートローデイル入りか。6万ソウルは、まあ、レベル上げに使って、ちょっといい盾もね装備したいっちゃ装備したいから筋力も上げたいんだけど悩みどころだね。というわけで、じゃあ次回は、オートローデイルからやっていきたいと思います。まあ、レドビア強いは強いけど、まあ、探検なんでね、まあ、少しリーチが短いっていうのと、ちょっと出血が効かない敵だと結構きついかなっていうところがありますんで、まあ、レドビアの他になんか1個ね、サブウェポンも仕込んでおいた方がいい時が来るかもしれないんで、そこはまた考えます。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。